私の名前は水木、小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにねまる、この3人を育てている兼業主婦だよ。うちの近くに空き地があるんだけど、ちゃんと勝手に入らないようにと看板も立てられてるし、柵みたいなものもつけられているんだよ。それでも勝手に入っちゃう人がいるんだよね。しかも勝手に入っているのは近所のママさんなんだ。ちょっともとこさん、またあの空き地に入ってなかった？てか、なんか座り込んでたよね。うん、親戚呼んでお花見してんの。あそこの空き地さ、実は近所の家の桜がちょっと見えるんだよね。はぁ、勝手に入ってそんなことしてるの？だいたいあそこはもとこさんの土地じゃないでしょ。だってすごく癒されるんだもん。癒される？私自然が大好きなの。でもこの辺りって住宅街でしょ。ちょっと行ったところに公園があるじゃん。それに癒されるからっていうのは人様の土地に入る理由になるの？水木さんってば頭固すぎ。国民的アニメに登場するキャラクターだって空き地で遊んでるじゃん。今と昔じゃ時代が違うよ。それに入るなって看板が立ってるよね。あ、それ壊したから。壊した？そう、邪魔だし、ちょうど桜が見えない位置だったんだよね。それに土地の持ち主だって本気じゃないと思うよ。私が力を入れれば抜ける程度の看板だし、もし本当に入ってほしくないならもっとしっかりしたの立てるでしょ。何そのへりくつ。とにかくやめた方がいいよ。水木さん知らないの？空き地はただの空き地なの。みんな使っていいんだよ。空き地に入ったところで罪にならないって知らないんだね。ああ、お酒も入っていい感じ。ここトイレないのが困るんだよね。トイレ用意してくれないかな。私は土地の持ち主じゃないから出て行けとは言えないけどさ、とにかくその空き地でパーティーを開くとかはやめて。ああ、今度やる青空パーティーのこと？水木さんと千秋ちゃんも招待してあげてるでしょ。なんでわかるの？いや、みんな怒ってるよ。勝手に空き地で開くパーティーに子供たちを誘うなって。なーに？いい土地を私が先に取ったから怒ってるの？取ったって。まさかだけど、あの土地を元子さんのものだと？そう思ってるとかじゃないよね。でも実質私のものじゃん。だって私が一番有効活用してあげてるんだから。何言ってんだこいつ。確かに昔は空き地で遊んでいた子供たちも多かったけど、今は時代が変わってきているからね。そもそも入るなって看板が立ってるところに勝手に入るのがおかしいでしょ。元子さんのせいで最近では遊べる場所だと思って勝手に入っちゃう子供たちも出てきちゃってさ、私たち近所の人間もちょっと困ってたんだけど、翌日空き地を見に行ってみたら新しい看板が立っていたんだ。そこで1週間後。ねえ、なんで水木さんたちパーティーに来ないの？ああ、今日はパーティーの日なんだよね。そうそう、空き地で開催する青空パーティーは参加費5000円だよ。いらない場所を有効活用する私って天才だよね。土地の持ち主がもうすぐ到着するよ。え？あ、というかもう到着したって。え？何？ねえ、なんかすぐそこの駐車場にでかい車が止まったんだけど、降りてこっちに来る。多分それが土地の持ち主だね。え？なんで？まさかだけど水木さん知り合いだったの？そういうわけじゃないけど、看板見てないの？看板？そう、新しいのが立ってたでしょ。いや、また引っこ抜いてとりあえずその辺に。どこだっけ？その看板に連絡先が書いてあったの。勝手に入ってる人の情報が欲しいってね。あんた私を売ったの？いや、何そのズーズーしい発想。というか、私が電話した時点で30件以上の連絡が来てたらしいよ。そりゃ空き地で好き放題している人がいると、その周辺の治安も悪くなっちゃうもんね。みんな嫌だよね。待って、なんか怖そうな人なんだけど。あれ？でもどこかで見たことがあるような。あの後、もとこさんから返事が返ってこなくなったから何かと思ったんだけど、近所でやじ馬をしていたママさんによると、土地の持ち主はもとこさんの知っている人だったみたいだよ。もとこさん、
電動ドリルみたいな勢いで土下座して謝ってたってさ。で、この土地の持ち主というのが、なんと元子さんの旦那さんが働く会社の社長さんだったんだよ。一週間後。ちょっと水木さん、あんたあの空き地の持ち主が夫が働く会社の社長だってこと知ってたんじゃないの？知ってて黙ってたんじゃないでしょうね。はあ？意味わからないんだけど、人にイライラをぶつけないでくれる？イライラしてるのはこっちの方だよ。てか、私は空き地の奥の方までは見たことなかったんだけど、元子さんの捨てたゴミだらけになってるじゃん。はあ？ちょっとのゴミくらいでしょ。いやいや、これはひどいよ。子供たちが真似したらどうするの？というか、燃えないゴミとかたくさんあるけど、スプレーとか危ないでしょ。だって、燃えないゴミの回収って月一だし。そんなの理由にならないよ。最低だね。で、今日は何？わざわざ愚痴を言うために連絡してきたの？夫が仕事を辞めちゃったのよ。しかも子供を連れて実家に帰っちゃったの。自分の妻が社長の持ってる土地で嫌がらせみたいなことをしていたなんて、もう恥ずかしくて会社にはいられないって。嫌がらせね。確かにそうだよね。なんかもう意地になって嫌がらせしてるような感じだったし。てか、人の持ってる土地だって分かってるのに、そこでパーティーまでしようとしてたんでしょ？そういえば元子さん訴えられるんじゃない？今社長と話し合いをしてるけど。そっちだけじゃなくてさ。え？そのパーティーの会費の話だよ。最近引っ越してきたママさんとか、事情をよく知らないママさんとか、何人かパーティーに来ちゃったんでしょ？それで5000円とか無理やり払わされたって言ってるけど。パーティーなんだからそのくらい費用がかかるのは当たり前でしょ？事前に何も伝えてなかったんでしょ？なのにメンバーとして呼んだんだから会費を払うのは当たり前、払わないと旦那さんに言うとか言って脅したんだよね。もうこの時点でアウトだと思うんだけど。え？そうなの？私だったら即警察に通報しちゃうかも。待ってよ、そんなの困るってば。夫、実家に帰っちゃっただけじゃないの。私離婚するって言われたの。だろうね。え？驚かないの？いや、驚くわけないでしょ。だって空き地を勝手に使ってたんだよ。その使い方もひどいし、看板も壊したんでしょ？もし自分の夫がそんなことをしてたら、私も離婚するね。なんで？だってそこに至るまでに近所の人たちからは何度も指摘されてたでしょ？私も何度も言ったよね。それは、その段階でやめておけばここまでのことにはならなかったかもね。ああ、ああって、そんな言い方しないでよ。結局元子さんは警察やら弁護士やらが出てくる話になり、その間に離婚もすることになったよ。それにしても元旦那さんはかわいそうだったね。元子さんが勝手に人の空き地で好き放題していることなんて知らずに、出世するために仕事を頑張った結果、その空き地の持ち主が自分が働く会社の社長だったんだから、そりゃ恥ずかしくて仕事も続けられないよね。でも離婚した後の元子さんは何を考えたのか、パーティー業でお金を稼ごうと動き始めたんだよ。まあそんなもの成功するわけがないんだけどさ。2ヶ月後。ちょっと水木さん、チラシ見てくれた？ああ、なんか元子さんの家でパーティーするってやつだよね。会費3000円のやつ。そのチラシなら捨てたけど。てかチラシ入れるなら裏面真っ白にしてくれないかな。それならメモになるのに。なんで捨てるの？みんなに連絡して聞いてるけど、チラシを捨てたとか、もう誘わないでとか、みんなひどくない？ひどいのは元子さんのしたことだと思うけど。てかホームパーティーで会費3000円って、そういえばこの間会費1000円のパーティーやってたよね。今回は私の手料理を出す予定なの。そのパーティーに参加したママさんたちに聞いたよ。出されたのは駄菓子と水道水だけで、元子さんのへんてこな歌を聞かされたって。へんてこって何よ。空き地歌、ジャイアンか。ねえ水木さん、知り合いが多いでしょ。私のパーティーを宣伝してよ。というか元子さん離婚してから何をしてるの？私、みんなで集まるのが大好きなの。だから好きなことで食べていこうと思ってね。楽しいパーティー業をするの。それ楽しいのは元子さんだけじゃないの？1000円払って水道水と駄菓子だけで何が楽しいの？むしろ謎の歌を聞かされるんでしょ。逆に1万くらい払ってほしいよね。ひどい！
ねえ、どう？ 3,000 円で私の料理が食べ放題。どうせもやし炒めだけとかでしょ。なんでわかるの？元子さんってわかりやすいよね。とりあえずさ、離婚した時に財産分与とかはあったの。でも養育費とかも一括で払わされたからもうお金ないのよ。このパーティー業で一発当てないといけないの。まともに働けば。私はこれで成功したいのよ。その後、まあそんなことでうまくいくわけないわな。結局元子さんは借金をしたりして首が回らなくなっちゃってね。手持ちのお金もなくなり、ようやく働き始めたよ。と言っても借金の返済があるから普通に働いたんじゃ間に合わなくて、朝から晩までバイトを掛け持ちしてるんだってさ。パーティー業なんて考えずに最初から働いていればもっと楽だったろうにね。ちなみにあの空き地は駐車場になるらしいよ。空き地のままだとゴミを勝手に捨てるような人もいるし、この辺りは駐車場が足りないから助かるね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。